はい、こんばんは、いとっチャンネルです。7月11日月曜日でしたね。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。12日のね、24時って書いてあったんですけど、まあ、Amazon のプライムセールがね、そろそろ始まるのかなといった感じですけれども、まあ数時間もしたら始まるのかなと思ってます。多分今日の夜中からだよね。まあ Amazon でね、まあなかなかいい時期にセール入れてきたなと思ってて、まあ皆さんボーナス入った後にね、こういうセール入れてくるってことはもうそこで散財してくださいよと。好きなもん買ってください。散財してください。安くしますからという感じでね。なかなかいい時期に入れてきやがったなぁなんて思ってるんですけど。で、アマゾンってね、僕結構物買うんですけど、あんまりいい思い出なくて、まあ安いから結局買っちゃうんですけど、なんかね、やたら届かない時が多いんですよね。なんかね、アマゾンって結構リアルタイムで、到着しましたみたいなのがメールで来たりするんですけど、まあ到着しましたって言うからね、下の宅配ボックスまでね、取りに行ったらね、届いてない時が何回かってね。で、その後ね、数日後にね、警察署からね、なんか伊藤さんの荷物届いてますみたいな。アマゾンじゃなくて警察署からね、落とし物として届けられるっていうね、ことがね、2回か3回ぐらいありましたね、過去にね。だからあんまりアマゾンね、多分配達中に落としても配達したってことにするんでしょうね。で、届いてなかったら届いてなかったで、まあいいや、サポートの方でみたいなところの、なんか任せてんのか、ね、あるんでしょうけどね。結構ね、そういうことがね、結構多くて、ちょっと困っちゃってるっていうのもありますね。まあ、結局ね、安いから買っちゃうんですけどね、アマゾンでね。なんてこともあったりとか、一回あったのが、ゲームのね、限定版買ったんですよ。なんだっけな、千の奇跡シリーズの、始まりの奇跡ってやつかな、ゲームの限定版買ったんですよね。で、いざね、届いたらね、届いたんですよ。で、箱持ってね、上まで上がってきたんですけど、宅配ボックスに入ってたから、箱持って上まで上がってきた。なんか箱軽いなぁと思ったんですよね。あれ限定版なのにこんな箱は軽いのおかしいなぁなんて思って。限定版じゃなくてこれ、ノーマル版入ってんじゃねえなんて思ってね。で、箱の中開けたんですよ。そしたらね、空箱でしたね。中に何にも入ってない。そりゃ軽いわっていうね。そんな状態だったりね、することがあって、それアマゾンに苦情を入れたらね、なんかお金払い戻しますんで、とかって言われたんですけど、いや、払い戻しじゃなくて限定版が欲しいんですけど、って言ってちょっとね、なんとかね、一悶着あって、なんとかね、限定版送ってもらうということに成功したんですけれどもね、同じ値段で。はい。まあね、そういうね、いろいろトラブルがあったりしますけれども、結局ね、アマゾンさんなんですよね。何か、やっぱりね、こういうね、苦情があるんだけれども、結局安いから使っちゃうっていうね、それがアマゾンさんで、逆にそれがね、愛おしく感じちゃったりするのかななんて思っております。まあ今日も皆さんね、アマゾンで購入してみてはいかがでしょうか。はい。で、今日はね、何をしようかというと、こちらにね、もうドーンと置いてある通り、1X プレイヤーミニ、ミニですね。ミニ版になります。はい。以前ね、僕の方で 1X プレイヤーをね、紹介したんですけれども、こちらがね、さらにちょっとちっちゃくなって、ミニ版になってっていうところで、こちらバングッドさんから到着しましたので、今日こちらの方を紹介していこうかなといった流れになっております。じゃあね、早速ね、やっていこうと思います。はい、じゃあ早速ね、開封からやっていこうかなと思うんですけれども、実はね、もう僕これ開封しちゃってるんですよね。だからね、再度詰め直してます。だからね、初めて開けた手でね、ちょっと見ていただければなと思います。で、まあね、1X プレイヤーというか中国の会社だからこんな感じで中国のね、中国語がいっぱい書いてあります。で、箱のデザインもなんかレトロゲーム風のね、こういうコントローラー十字キーだったりっていう、こういうデザインでね、オレンジと黒のね、色調の玉手箱みたいな感じで、ちょっとね、箱の見た目からすると結構ワクワクするようなデザインかなと思います。ちょっとね、画角がね、カメラのあれがね、結構ね、ギリギリなんでね、デカすぎて。まぁ、こんな感じになっております。じゃあね、早速開けていきますね。ポーンと開けていくとこんな感じになって、で、早速ね、本体が登場します。で、ここにね、これをプッと引っ張ってね、出すといった感じで、これで本体が出てきます。早速ね、ちょっと本体見てみましょうかね、さらっとね。よいしょ。はい、こんな感じの本体になってます。本当はね、表面に保護フィルム貼ってあります。もうね、使ってるんでね、こんな感じの本体になってますんで、結構ね、
ちっちゃくなったなっていう感じです。はい。なんかね、ちっちゃくなったっていうか、普通のサイズになったなっていう感じですね。持ち心地、フィット感ともにね、いいんですけど。まあ、ちょっとこちらの外観のね、お話はちょっと別途お話ししていきたいと思います。今ね、触り心地の問題、お話です。で、箱にはね、他にマニュアル。これね、バングッドさんで買うと、大体中国語のマニュアルがついてくるんですけど、まあ、見ての通りね、そんなにね、ペラペラです。ペラペーラーだね。あれだから大したこと書いてないです。はい。まあちょっとネットで調べればね、このボタンが何っていうのも書いてあるんでね。で、こちらに別の箱が入ってて、中にね、まあアダプタ関係ですね。うん。こういう感じのアダプタ関係のものが入っております。で、あとね、変換器もね、一応ついてました。これね、中国の、あれだ、日本仕様じゃないんで穴開いてないんですけど、まあこんな感じのアダプタが入ってて、で、さらに海外仕様に変換するっていうね、コネクターです、これはね。これはね、日本では使わないですね。逆変換なんでね。うん。なんで、この状態でいいかなと思います。まあ、こんな感じでケーブルと、アダプタが付いてて、セットとしては以上といった感じでございます。はい。とりあえず、こんな感じの本体になってますんでね。うん。なかなかいいかなと思ってます。ちょっと外観レビューは後にしますね。じゃあ早速ね、こちらの、ONE X Player Mini のね、スペックのちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、じゃあ早速ね、ONE X Player Mini のスペック表を見ていきたいと思います。こちらにね、まとめております。CPU がね、AMD Ryzen 7の 5800U というのを使ってて、4.4GHz、8コア16スレッドとなります。まあ、こちらの話はもうちょっとね、後で具体的に、他のね、UMPC のものと比べてどうかっていうので、後でちょっと表にしてありますんで見ていきましょう。あと GPU がね、AMD Radeon RX Vega、8コアグラフィックスということで、かなりね、パワーの強いものを使っております。で、ラムがね、16GB、DDR4 ですね。で、ストレージが M.2 なんですけれども、容量がね、1TB 版のモデルとね、2TB 版のモデル2つ出ております、こちらね。で、あとはね、OS が、Windows 11となっております。で、画面ですね、液晶パネルなんですけれど、7インチのフルフィット、IPS ディスプレイっていうのを使っております。解像度がね、1280×800 っていうものと、1920×1200 ということでね、HD モデルとフル HD モデル2つ出ております。なのでね、このね、ONE X Player Mini なんですけれども、このね、2つのモデルと2つのモデルで、計4モデル出てます。1TB 版の HD モデルと、1TB 版のフル HD モデル、2TB 版の HD モデルと、2TB 版のフル HD モデル、トータル4モデルが出ているといった感じで、私のはね、2TB 版のフル HD モデルになっておりますんでね、一番値段高いやつです。はい。はい。で、10ポイントのタッチパネルのサポートをしております。タッチパネルですね。うん。で、拡張ポートとしては USB-C が2個、USB-A 3.0 が1個。で、オーディオの、インターフェース、オーディオのイヤホンジャックですね。一つとなってて、残念なことながらね、SD カードスロットが今回なくなっております。うん。で、バッテリーが 12,450mAh となってて、ガリウム高速充電となっております。65W ガリウム高速充電に対応と。で、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0 といった感じで、サイズの大きさがこんな感じで 619g と。まあ、結構ね、軽くなったなといった感じです。はい。ちょっとここら辺のね、比較はね、次のページにやっていきます。でですね、次のページ、こちらのページでは、前作のね、ONE X Player 1S、でかいやつなんですけどね、これ後で登場させます。前作と今作のミニ。うん、ONE X Player Mini って何がどう変わったのっていうのをね、表にしております。で、まずね、CPU なんですけれども、全く同じです、これは。はい。全く同じ CPU 使ってますんで、差はなし。GPU も一緒。で、RAM も一緒です。はい、16GB になってて。で、ストレージもね、1TB モデルと 2TB モデルっていうのが出てたんですけれども、今回も同じように、Mini の方も 1TB モデルと 2TB モデル。いった感じです。で、Windows 11も一緒。で、こっからが変わってきます。
前回はね、でかい1X プレイヤー 1S なんですけど、8.4 インチということで、かなりね、でかい IPS 液晶を使ってて、解像度もね、2560×1600 なんですよね。解像度も、まあ画面でかくなったから、それなりに解像度も大きくしなきゃねっていうことで、こんな感じのね、ディスプレイ使ってました。で、タッチパネルだったっていうから変わんないんですけど、ここがね、ディスプレイが 8.4 インチからぐっとね、ちっちゃくして7インチということで、まあ 8.4 インチがかなりでかかったんでね、7インチにまで落としてきたよっていうことで、まあ普通かなといった感じ、今の一般的な UMPC では普通サイズになってきたかなと、見やすいちょうどいいサイズかななんて思います。はい。で、あとは拡張なんですけど、拡張関係なんですけど、USB Type-C と USB Type-A の 3.0。ここも一緒なんですけど、オーディオジャックも一緒です。問題はね、ここ。TF カードスロットが前回ついてたんですけれども、ミニにはなくなってしまったといったところですね。ここがね、僕もちょっとね、TF カード、要は SD カードのスロットって結構重要なところだったんですけれども、ちょっとなくなっちゃって、ここが残念ポイントだったりします。で、あとはね、バッテリーについては、まあ、でかいんでね、パネルがでかいんで、それなりにやっぱり、ね、でかい容量のね、バッテリーが必要になってくるんですけれども、まあ、ここはね、7インチに小型したんで、ちょっとバッテリーも落としても、容量として落としても大丈夫かなということで、容量も、それに準じてね、バッテリー容量を落としております。で、あとはガリウム高速充電に対応っていうところも一緒ですかね。はい、ガリウムですね。窒化ガリウム。うん。GAN が窒化ガリウムですね。うん。で、あと Wi-Fi 6、Bluetooth も一緒で、サイズがね、当然ね、画面がちっちゃくなったんでね、当然ちっちゃくなっております、こちらね。で、重さがね、819g あったんですよ。まあ、結構でかいですよね。うん。これがね、200g なんと減量して、619g と。いった感じです。かなりスリムになった感じですね。まあ、人間に例えると男性がね、81キロあった人が61キロまで落としたらもう81キロデブじゃんみたいな話なんですけど、デブじゃんみたいな話なんですけど、61キロまで落としたら、ああ、普通だねってなりますよね。そんな感覚でいいと思います。81キロの男性が61キロまで減量したっていうね、ワンマー一回りちっちゃくなったっていうようなね、そんなイメージでね、でかなりね、でかかったんですけど、手で持つのもちょっとね、ワッショイっていう感じだったんですけど、おっていう感じでね、若干軽くなったかなといった感じになります。はい。で、次はね、1X プレイヤーミニのね、特徴として、これがね、もう必ず紹介しなきゃいけないなと思ってね、まだね、僕手に入れてないんですけれども、これからね、出る予定のね、男のロマン合体ということでね、1X プレイヤーミニにはなんとね、ドッキングステーションがね、今後販売予定です。5月販売予定なんですけれども、もう5月過ぎててね、まだ販売してないです。はい。このドッキングステーションがあることによって、まあ、任天堂スイッチ的なね、使い方もできますということで、こんな感じの見た目しててかっこいいですよね。ここにね、なんかオレンジと黒のデザインでね、これとこれを合体させるとこんな感じになるといった感じですね。ここの下の部分がここにね、当たるんで、結構ね、見た目もかっこいいかなと思ってます。そこがね、この、1X プレイヤーミニの特徴でね、これにあることによってもほんとね、ディスクトップ風な使い方もできるしね、ニンテンドースイッチみたいなのね、持ち運びもできたりとかっていうことでね、うん、これがかなり大きいかなと思ってます。このドッキングステーションを追加することで、まあ、HDMI ケーブルだったりとか、をテレビにモニターに繋いだりとかね。あと USB の、ポート1個しかないんですけど、Type A の 3.0 はね、これが増えたり、Type C が増えたりっていう感じでね。ほんといろいろなものとつけて、いろいろ楽しめるぞといった感じで、このドッキングステーションもね、発売したら後日ね、買って、こちらの方紹介していきたいなと思っております。はい、じゃあ次はね、じゃあこの CPU、AMD Ryzen 7 5800U ってどんなもんなのっていうのでね、本来であればね、この実機でね、ベンチマークテストかなんかやればいいんですけど、一機だけでベンチマークテストやってもね、何がいいんだか悪いんだかわかんないってことで、それだったらインターネットでベンチマークテストやった結果いろいろ調べてね、数値化して表にした方がいいんじゃないのっていうことで、ちょっと表にしてみました。はい、これがね、ベンチマークの比較結果になります。パスマークテストってやつですね。いうのをちょっと今回参考にさせていただいてて、で、高い順に並べてます。スペックの高い順に並べてて、なんと偶然にもね、1X プレイヤーがね、一番いい値出てました。調べた結果ですけれどもね、インターネットで適当に調べて他の人がやってるやつをちょっと持ってきたっていった感じです。偶然かもしれないですけどね、1X プレイヤーが一番いい結果が出てました。AMD Ryzen 7 5800U が、だいたい1万800
18,939 点、一番高い値が出てます。で、アヤネオネクスト、ね、プロもね、ネクストもプロも同じようにね、AMD Ryzen 7の 5825U っていうのを使ってます。こっちの方がね、25数字上がってるからバージョン上がってんのかなーなんて思ったんですけど、数字はね、大体トントンだと思ってくれていいと思います。これもね、状況によってはもしかしたらこっちの方が上行くかもしれないんですけどね、18,921 ポイントになっております。まあ、誤差でしょうね、ここら辺は。大体同じぐらいな感じなんで。まあ今最新の一番パワフルな、アヤネオネクストと大体同等のスペックと思っていただければなと思います。で、ちょっと一個バージョン古い、アヤネオ2021 Pro、AMD Ryzen 7の 4800U っていうのを積んでます。若干落ちますね、パスマークがね。やっぱり 4800U ということでね、ちょっと一つ落ちると。いった感じです。あとね、GPD Win 3、これアルティメットエディションのやつなんですけど、Core i7 なんですけど、で、11,000 ポイント。ガクッとちょっと下がりますね。11,574 ポイントということで、まあね、パスマークだけで見るとね、CPU 性能だけで見るとこんな感じになってて、で、最近発売した Win600 もちょっと入れてみました。AMD Athlon 3050E ですね。こちらのね、パスマーク見ると2955なんですよ。ね、この、Win600 ね。僕もね、ちょっと買おうか悩んだんですけど、5万円出してこれっていうのがね、すごくちょっとね、微妙なラインだったもんでね、僕結局これね、買おうと思った時にはもう売り切れしたんで、これ神様が買うんじゃないって言ってんのかなと思いました。はい。で、ちょうどね、こちら届いたんでね、まあ、この差見たらこれ買うか、買うっていうところもあってね。だからちょっとね、悩みどころだったんですけれども。まあ、手頃にね、コキコキ遊べるっていうのはいいのかななんて思うんですけど、まあ、とりあえず Win600 のね、AMD Athlon 3500E のね、パスマークテストもちょっと載せておきましたといった感じで。まあ、いいでしょうね。ここら辺2台はね、まあ、非常にパワフルで素晴らしいんじゃないかなと思います。はい。あとね、UMPC にとって一番大切なもの何かというと、持ちやすさだったりね、重さだったりするんですけれども、サイズ感ですよね。これもね、同じように比較してみました。はい。まあ、さっきの同じ順番で並べてます。上にね、1X プレイヤーミニですね。ミニ含むっていうか、ミニです、これ。はい。1X プレイヤーミニのデータですね。まあ、こんな感じのサイズ感になってて、重さ 619g と。言った感じ。さっきね、これ話しましたよね。で、アヤネオネクストプロ。うん。これがね、ネクストもプロも同じサイズで、720g ということで、100g ね、重たくなっちゃうんですよね。こっちパワフルで同じようなスペックなんですけれども、アヤネオプロ、アヤネオネクストプロの方が重たいんですよ、100g ね。だからね、まあ、これどちらかというと軽い方がいいじゃないですか。だから 1X プレイヤーの方が僕はちょっといいかなーなんて思ってます。かなりね、忖度してるかもしれないですけどね。僕の評価が忖度してるかもしれないですけど、そもそも 1X プレイヤー好きですからね。うん。で、アヤネオの2021のプロ、これ 650g。650g でもやっぱりね、1X プレイヤーミニの方がね、軽いと。いった感じです。で、GPD Win 3ね、アルティメットエディションが 550g。かなり軽いと思いますけどね。だからね、逆にね、スペックとね、あのバランス、スペックよく動くぞっていうのと、レトロゲーム機で動かすぞって言った感じだと、GPD Win 3のアルティメットエディションがね、一番いいんですよ。だからね。軽いし、持ち運びやすいし、スペックもそこそこいいしっていうことを考えたら、やっぱ GPD Win 3をね、評価すべきだと僕は思います。はい。で、Win 600もちょっと入れてみましたけど、495g ということで、やっぱり一番軽いですよね。スペックが軽くて画面がちっちゃい分ね、こちら一番軽いとなっております。でもね、バランス考えて、レトロゲーム機で遊ぶんだったらどれがいいですかって話だと、やっぱ GPD Win 3のアルティメットエディションがね、携帯性が一番いいんじゃないかななんて思います。で、あと、人間がね、どれぐらい持てるかっていうところなんですよね。長時間持てるかっていうと、僕やっぱり 600g 前後がね、やっぱり長時間持ってても疲れないレベルかななんて思いますね。うん。はい。なので、まあ 1X プレイヤーもね、結構おすすめできるサイズかなと思います。はい、っていう感じでね、ベンチマーク比較と重さの比較やってみましたけれども、まあ、かなりね、1X プレイヤーミニいい線いってんじゃないかなと。ね、アヤネオと結構比較しされがちだったりするんですけれども、特にアヤネオネクストプロとね、最新版のものと比較されがちなんですけど、重さ考えてもこれとこれ比較したらやっぱ軽いし、パワーも大体同じぐらいだしってなると軽い方取りますよね、当然ね。だから 1X プレイヤーかなりいい線来てんじゃないかなといった感じです。じゃあね、早速ね、外観の方のお話入っていこうかなと思います。
はい、じゃあ外観のお話に入っていきますね。外観比較ですね。で、まず下にあるやつがね、ONE X Player 1S ということで、今まで 8.4 インチのね、でけえでけえって言ってたやつですね。まあ、でかいですね。はい、見ての通りね。なかなかこんな感じ、手に持った感じ、こんな感じでね。でかい、カラオケの曲入れるやつみたいな感じですね。これぐらいの大きさ。タブレットにちょっと近いかなと思いますけどね。ここまででかいとね。タブレットにコントローラーついたみたいな感じなんですけれども、まあ、こっちのね、ONE X Player Mini だとかなりちっちゃくなっております。うん。こんな感じのサイズ感ですね。一回りちょっとちっちゃくなってね。ぐっとほっそりした感じ。80キロの男性が60キロぐらいまで落としたらこうなるかなと。いった感じですね。こんな感じでね、サイズ感の比較としてこれぐらいね、やっとね、特盛からね、やっとノーマルサイズになったみたいな感じがあります。はい。じゃあ、こんな感じでね、ONE X Player の比較がこんな感じ。これじゃあちょっとね、ONE X Player 持ってる人いないから、あまりね、少ないと思うから、ちょっと馴染みのあるやつで比較していきますね。はい、じゃあ馴染みのあるものということで、今ね、RG503 持ってきました。5インチパネルですね。こっちが5インチパネルで、こっちが7インチパネルで、まあ一回りね、やっぱりでかくなりますね。それ当然ですよね。5インチと7インチなんてね。こんな感じの違いがあります。ちょっと一回りでかなりね、いい感じになってるのかなと思います。で、まあ RG503 と比較するとこんな感じだったりしますというところでサイズ比較ですね。あとね、手元にね、OD 持ってきました。OD ね。で、OD と比べるとね、そんなほら、変わんないでしょっていう感じで、OD より若干一回り、若干ちょっとね、大きいかなといった感じです。OD も結構平べったくてね、大きい機種ではあるんですけれども、まあ、こんな感じのサイズ感になります。で、あとはね、もう一つ持ってきたのは、GPG XP+。あ、プラスじゃない。GPG XP ですね。プラスはこれから発売するやつなんでね。こんな感じで GPG XP と比べると、まあ大体もうだいぶ近くなってきたかなと。GPG XP 持ってる人は、あ、なんかちょっとこれより若干大きいのがあれかなと。ね、ONE X Player Mini かなといった感じです。うん、これするとかなりね、もう近くなりましたね。これはちょっと合わせてみましょうかね。ほら。うん。大体一緒のサイズ。うん。縦のサイズほぼほぼ。長さサイズほぼほぼ一緒です。ここのサイズはね。うん。で、ここの厚みのとこだけ若干グッとなってるぐらいで。もともとね、こちらの GPG XP がね、ちょっと長えなっていう感じで。横に長えなって思ってたやつがね、若干上な、こっちの幅が広がってる感じのものが、ミニといった感じのサイズ感かなと思います。かなりね、これでもね、かなり持ちやすくていい、デザインだと思ってるんで、これがね、ちょっと、ちょっとぽっちゃりした感じ。ですかね、こんな感じのサイズ感になってます。ちょっと並べてみましょうかね、他のやつ。はい、あ、並ばないかね。はい、こんな感じのサイズ感になっております。うん。ね、いいサイズでしょ、これね。ミニね、すごくいいサイズだと思います。うん。UMPC としてはすごくいいサイズだと思います。じゃあこれちょっと単独でね、いろいろ見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速 ONE X Player Mini をね、単独で見ていこうかなと思います。まずね、持ち心地なんですけれども、やっぱり 600g ぐらいなんでね、ちょっとグッとくるんですけど、このグリップがね、すごくいいんですよ、ここ。持ってて気持ちいい。持ってて気持ちいいってちょっとなまっちゃったんですけど、持っててすごく気持ちいい。なんでかっていうとね、ここの山ですね。山。このね、グリップの山、ほら、これ。めちゃめちゃもっこりしてるでしょ、これ。ここね、めちゃめちゃもっこりしてるんですよ。高さあるんですけど。で、前作のね、ONE X Player ではね、そこまでね、これ、ほら、もっこりしてないんですよ、ほら。もっこりちょっとはしてるんだけれども、グリップのね、ここの山がね、すごく高くなってます、ほら。うん。ちょっとわかりにくいかもしれないですけどね。だからね、すごく持ち心地良くなりました。で、持っててすごく気持ちいいです。といった感じですね。あと、ボタンのクオリティはね、前作の ONE X Player と一緒です。これほら、ONE X Player のボタンと、ONE X Player Mini のボタン、ほぼほぼ一緒。で、押し心地はね、Xbox のね、シリーズ X の、ボタンとほぼ一緒です。Xbox のコントローラー意識して作ってるみたいなんで、ここのアナログも一緒。うん。な感じです。うん。だからね、もうすごく、Xbox ユーザーの方は特にね、馴染みが深いんじゃないかなと思います。うん。で、ここもカチカチ感。こんな感じのボタン。で、LR は、R は、こんな感じで。
こっちはカチカチボタンなんですけど、こっちはね、半押しとかにも対応してますんで、あの、車のゲームとかのアクセル踏むときにね、こうやって、踏んでいくときに、こう、半踏みみたいなのができる、感じになっておりますんでね。うん、なかなかいい感じだと思います。で、あとはここら辺のボタンもね、なんかね、ファンをね、大きくしたりっていう、ファンの音をね、小さくする仕様だったら、キーボードボタンだったり、あと、スタートセレクトボタンですね、ここら辺は。あと、これは、あの、なんだか、ウィンドウにするみたいな感じのね。まあ、画面表示したのをウィンドウにして、ちっちゃく最小化するみたいな感じのボタンがついてたりっていう感じです。で、スピーカーが、こちらにオレンジ色の2個ついておりますといった感じですね。じゃあ、ぐるっと見ていくと、下にね、USB、うん、USB Type-C がついてます。ぐるっと見ていくと、こっちは何もなくて、上かな？上方向見ていくと、電源、うん、と、あと、音量ですね。プラスマイナス。で、イヤホンジャック、タイプ C、A の 3.0 と。で、ここのファンですね。で、裏側、ここから吸ってって、ここから出すといった感じ。さっきね、ここのね、匂い嗅いだんですけど、あの、新しい匂いがしましたね。新しい家電の匂いがしましたね。おいにんをここ嗅ぐっていうのね。この新しい匂い僕結構好きだったりするんですけどね。新しいおいにんを嗅ぐっていう。で、ここにね、かっこいいロゴの Ryzen 7って書いてありますね。これかっこいいですね。そのうちね、剥げてなくなっちゃうんだと思いますけどね。使っていけばね。まあ、こんな感じの、内容になってます。うん。かなりいい感じですね。うん。持ち心地いいし、遊び心地も良さそうっていった感じです。なかなかね、僕はもうここのビルドクオリティはね、もう完璧だなぁなんて思ってます。はい。じゃあね、早速ね、動かしていこうかなと思います。はい。じゃあ早速ね、Windows 立ち上げたところになります。こんな感じになってますね。画面綺麗ですよね。綺麗です。めちゃめちゃ綺麗です。はい。まあちょっとね、肉眼で見ないとね、この綺麗さ伝わらないと思うんですけど、Windows 11といった感じです。で、今回ね、新しく試みとして、ジャイロセンサーが入ってて、こうやってキュッてやるとね、画面がね、こうやって切り替わるんですよ。ほら。かっこいいでしょ、これ。で、もう全く逆側に持ってもね、使えます。こんな感じで。切り替わります。切り替わり悪いな。こんな感じですね。で、こんな感じで傾けると、また同じようにこうやって傾くという、こんな感じのね、自動でこうやってね、いろいろ傾く。これね、あやねおかなんかに入ってたんですよね。こちらの機能がね。これがね、搭載されてます。じゃあ、それによってなんか遊びの幅広がるんですかっていうと、いまいち僕も使い勝手がよくわかんないですけどね。いつ使うんだろうみたいなところありますけど。縦集とかでね、もしかしたら遊べたら嬉しいかなーなんて思います。で、あとはね、ここ長押しで、これで、ここ赤く光るんでね、これで、こっちか、マウスモードになります、これでね。で、あと好きなものを遊んでくださいといった感じです。で、マウスモード、これ解除で。こんな感じで。はい。で、まあ僕ね、レトロバット入れたんですよ、もうね。レトロバット大好きなんでね。これでこうやって起動させていくと、レトロバットでレトロゲーム遊べますよ、といった感じです。ほら、ね。いいですね。これ、プレイステーション風の立ち上がり方。になりますね。なんかいろいろなね、このムービーね、立ち上がるためにいろいろなモードがあるみたいでね。はい。で、一番ね、なんていうか、そのバトセルに近いんですよね、使い勝手がね。だからレトロバット入れたりするんですけど、じゃあこれでね、何本かね、ゲーム遊んでいこうかなと思います。はい、じゃあまずね、1本目。いつも通りね、何かとね、検証に使われているのが F0GX ですね。これがね、なかなかスペックがないと動かないってこともあって、でね、1X プレイヤーの特徴としては、このサウンドがすごいんですよ、ここの。ここから出る スピーカーの音がすごくて、振動でね、本体が揺れるぐらいね、音が出るんですよ。迫力のね。だからね、もう振動がブル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 来てます、もうこれ。音が鳴るたんびにね。これがね、すごいね、1X プレイヤーの好きなところ、僕のね。だからね、まあ相変わらずミニになってもここは変わらずと。この迫力あるサウンドは一緒でね。コントローラー、ここのね、ハンドの持ってるところがね、揺れる感じがね、音で、これも相変わらずね、来ておりますね。相変わらず感じられるっていうのがね、ほんとこれはね、1X プレイヤーだけだと思いますけどね、この特徴を持ってるのね。はい、こんな感じで、いきますね。はい、いきまーす。よしよし。こんな感じで、もうぬるぬるです、動きもね。ぬるぬる。おー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 おおよっしゃー、来ましたね。めちゃめちゃスピード感が相変わらずあるんだけど、それでもね、全然処理落ちしない。止まらないしね。ほんとね、これはね、いろいろ比較用に毎回やってるんですけどね。よし、ちょっと表面のね、
天井照明が映り込まないかちょっと心配なんですけど。はい、こんな感じでバーッと飛ばしていきます。よし、よっしゃー、よっしゃー。このスピード感がね、たまらないですよね。1位になりました、今ね。ここちょっと飛ばして、ここで、行きます。よっしゃー。ほんと気持ちいいね、このゲームでね。よし。あれ、ちょっとね。あれ、抜かれちゃった。抜かれちゃったから抜き返すみたいなね。飛ばしたい、飛ばしたい。よいしょ。ここでちょっと回復しながらね。よし。よし、これで、あとはいいかな。あ、だだだだ。いいですね。まあ、あとね、このターボをね、常に使っていけば、まだ圧を抜けるかな？抜けるか。抜けるか。抜いた、抜きましたね。はい。ギリギリまで行きましたね。はい。まあ、毎回ね、F0 動かすんですけど、まあ、ここステージ1はちゃんと動いたりするんですけどね。まあ、あれだけのね、パスマークテストでね、あれだけね、パワフルな数字を出してるんだから、こんな F0 ぐらい余裕のよっちゃんですよ、みたいなね、ところありますね。よっちゃん以下ですよ、といった感じ。ちょっとね、2面も触りだけちょっと見てみましょうかね。いや、でもね、ほんと振動がすごい。このね、スピーカーから出る音のね。ほんとね、アーケードに近い音質なんですよね。アーケードに近い音質か。ちょっとね、もうなかなかね、頭で感じたことを喋ってるもんだからね、まとまってないですけどね。よし。はい、こんな感じで。相変わらず2面もね、こんな感じで安定して動きます。よし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 。止まらないですよね、もう全然ね。よし。で、こっちがね、回復アイテムなんですよ。これ回復なんですけどね。左側を。よし。こんな感じで、2面もね、全然安定して動いてますね。よし。はい、こんな感じでね、とりあえず大丈夫そうです。はい、F0 も全然問題なく。重たい F0 もね、全然問題なく遊べるかなと。いった感じです。いいですね。はい、じゃあちょっとね、次のゲーム行きたいと思います。よいしょ、こんな感じになっております。はい、じゃあ続きまして、プレイステーション2のソフトですね。当然こんなのもね、サクサク動きます。デッドアライブ2、ハードコアですね。結構重たいソフトなんですけど、ごめんなさい、間違っちゃった。ボタンがね、決定ボタンがね、毎回変わるんでね。で、今日はね、かすみちゃん、いつもかすみちゃん使ってるんで、かすみちゃんで行きたいと思います。無限転身流ということでね。はい、こんな感じでね。最高のステージになりそうね。うん、めちゃめちゃ振動がきますね。こんな感じでめちゃめちゃサクサクですね。まあ当然でしょうね。これさ、ね、サクサクで動かなかったらね。まあ実機並みで動きますといった感じで。まあゲットライブ好きな人も多いんでね。このお色気のね。はい、こんな感じです。かなりね、サクサクで。で、なおかつね、振動が超すごいですね。ワンエクスプレイヤーのね、この振動機能がね、すごいんですよ、ほんと。音がね、すごいな、本格的なゲーセンの音ですね、相変わらず。ドーンというところのね、響きがすごい。はい。よし。あれ、サマーソルトがね、あれ、返されちゃった。こんな感じで、ね、かなりね、動きがいいかなと思います。はい、今日はね、1回目ということでね、ゲームキューブとね、PS2 のね、重たいソフトをメインでちょっと動かしてみたんですけどね、サクサク動きますね。はい。で、こちら最後にお値段なんですけれども、1Xプレイヤーミニなんですけれども、バングッドさんで購入することができます。ライゼン7モデルということで、1テラ、2テラ、HD、フル HD と、いろいろタイプあるんですけど、トータル4タイプ出てますけれども、共通クーポンになっております。こちらのクーポンコードを入れることによって、24% オフになります。24% オフです。めちゃくちゃ安くなります。はい。
ぜひともね、この機会にといった感じでね、ご購入検討してみてください。あと非常にね、数が少なくなっているんで、まあ在庫を補給するとは思うんですけれども、とりあえずこんな感じでね、24% オフにしてくれるんで、まあ売り切れ次第再度ね、補給してくれると思いますんで、めげずにね、何度も何度もちょっと見てみていただければなぁなんて思います。で、僕の感想なんですけれども、ワンエクスプレアミニと言いながらも、やっと普通のサイズになったなっていうところで、そうね、うちのミニは普通サイズだよ、みたいな。ちょっとご飯多めだよ、みたいな。うん。そのね、ラーメン二郎のラーメンみたいなもんでさ、ミニ、ラーメンミニって書いておきながら、ミニ注文するとめちゃくちゃでけえの出てくるみたいなね。そんな感じです。ミニと言いながらももう普通サイズですね。だから逆にね、手に馴染むサイズで、ちょうどいいサイズになったかなといった感じです。はい。ぜひね、購入検討してみてください。はい。ということで、今日はこんな感じで終わろうと思っております。今日の動画ね、役に立ったみたいなことがあれば、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あと引き続きね、ワンエクスプレイヤーの動作検証やっていきます。いろいろね、エミュレーター検証やっていったりとかね、スチームのソフト遊んだりとか、いろいろやっていきたいと思ってますので、チャンネル登録していただけるとすごく励みになると思います。ワンエクスプレイヤーミニね、紹介してる方あんまりいなくて、多分ね、僕の動画、こういうリクエストあればね、やってほしいみたいなのがあるとコメント欄にいただけると、まあ、今後の動画のネタになるので、ね、僕もね、できるだけ多くネタをね、ワンエクスプレイヤーを紹介していきたいと思ってますんでね、できる範囲のことであれば、やっていきたいと思っておりますので、コメント欄にリクエストいただけると嬉しいです。ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いとっチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。